みんなと離れ離れにされちまったな。これからどうなってしまうのでしょう。キムラスカ王女の名を語りしメリル、並びにファブレ公爵の子息の名を語りしルーク。メリル、何を言っているの。王国はそなたらから王位継承権を剥奪する。これあれか、左側のやつって毒だよな。またアクゼリスにて救援隊を惨殺せし罪も重い。何を言っているのです。違いますわ。そんなこと私は。あなたも一応は王族として育てられた。せめて最後は潔く自決なさい。毒ワインだ。苦しまぬようとの陛下のご配慮だ。毒。何こと。おお、ティアか。間に合ったわね。ティア、みんなどうしてここに。牢に入れられてたんだが、思いがけない助力があってね。説明は後で。早く逃げようよ。お待ちになって、お父様に陛下に会わせてください。陛下の真意を聞きたいのです。俺からも頼む。戦争を止めるためにも叔父上には会うべきだ。危険だけは覚悟してください。ありがとう。ディア、船でバカなこと言ったから見捨てられたと思ってた。来てくれてありがとう。バカ。うん。ナタリア。お父様。逆賊め、まだ生きておったか。お父様、私は本当にお父様の娘ではないとおっしゃいますの。それはわしとて信じとうは。殿下の乳母が証言した。お前は亡き王妃様に仕えていた使用人シリビアの娘メリル。そうだな。はい、本物のナタリア様は死産でございました。しかし王妃様はお心が弱っておいででした。そこで私は数日早く誕生しておりました。我が娘シルビアの子王妃様に。それは本当ですのバーヤ。今さら見苦しいぞメリル。お前はアクゼリウスへ向かう途中、自分が本当の王女でないことを知り、実の両親と引き裂かれた恨みからアクゼリウス消滅に加担した。違います、そのようなこと。叔父上、本気ですか。そんな話を本気で信じているんですか。わしとて信じとうはない。だがこれの言う場所からエイジの遺骨が発掘されたのだ。もしそれが本当でも、ナタリアはあなたの実の娘として育てられたんだ。大地、ありもしない罪で罰せられるなんておかしい。他人事のような口ぶりですな。貴公もここで死ぬのですよ。アクゼリウス消滅の首謀者として。そちらの死をもって我々はマルクトに再度宣戦布告する。あの二人を殺せ。何をしているのです、ラルゴ。他の者の手にかかっても良いのですか。強引に連れてこられたかと思えば、こういうこととはな。アッシュ、ちょうどいい。そいつらを捕まえなさい。アッシュ。せっかく牢から出してやったのに、こんなところで何をしてやがる。さっさと逃げろ。お前が助けてくれたのか。あったらお前も一緒に。うるせえ。誰かがここを食い止めなければならないだろう。さっさと行け。ふらはぎムキムキかよこいつ。ご無事で。キー、裏切り者。ガタガタうるせえよ。
お前だってバンを裏切ってモースに情報を流してるだろうが。貴様、六人称でありながら総長を裏切っていたのか。私は目的が果たせればいいのです。バンへの忠誠より優先することがありますからね。え、この場はリスを殺せば全てが丸く収まるんじゃね。お父様あれあれ、ラルゴとアッシュでディストを殺せば全てがあれ解決するんじゃね。せっかく奴がくれた脱出の機会を無駄にしちゃいけない。わかるよな。ええ、それはわかります。ナタリアがもうなんかすごい都合のいいように男を求めとるクソ女にしか見えんなとにかくバチカルを出よう。この街にいたらアッシュの行為が無駄になる。ルーク様、ご命令通り発光騎士団の者がこの先の道を開いておりますぞ。命令？お、おぐしが、やはり先ほどはカツラを。アッシュが手配してくれたのか。ありがとうペール、お前は逃げろ。いえ、ここで微力ながら皆様の盾になります。危険です、お逃げなさい。心配するな、ペール爺さんは俺の剣の師だ。何？あとは頼むぜ、ペール。ガイラルディア様、ご無事をお祈りしております。お前事情知っとったんか。ガイラルディア様っていうには言うからにはか。このまま我らにお任せを。ルーク様、殿下をお願いいたします。殿下は我が国の希望の星です。任せろ。待て、客足ども。町人。ナタリア様、お逃げください。 なぜ私を。サーカスの連中から聞いたんです。姫様が無実の罪で処刑されようとしているって。お顔は存じ上げませんでしたが、上の階から逃げてこられたってことは姫様でしょう。さあ逃げてください。逆にティアが王女と見間違われんかったっていうのはなんかそのやっぱ格の違いだな。育ちなの、育ち。行きましょうナタリア。急になんかナタリアに責任を追っかぶせとるやん。おもろすぎるやろ。あ、すごくなってる。その者は王女の名を語った大罪人だ。即刻捕らえて引き渡せ。そうです、みんな、私は王家の血を引かぬ偽物です。私のために危険を冒してはなりません。どうか逃げて。ナタリア様が王家の血を引こうが引くまいが、俺たちはどうでもいいんですよ。わしらのために療養所を開いてくださったのはあなた様じゃ。職を追われた俺たち平民を港の開拓事業に雇ってくださったのもナタリア様だ。ねえ、うるさい、どけ。ババア、やめろ。ねえ、うるさい。アッシュ、アッシュ、クズが。キムラスカの市民を守るのがお前ら軍人の仕事だろうが。ここは俺たちに任せろ。早く行けナタリア。アッシュ、お前は約束を果たしたんだな。アッシュ、ルーク、覚えてるのね。行け。そんなしけた面してる奴とは一緒に国を変えられないだろうが。すごい、ナタリアのクズシナリオがどんどん進んどる。ルーク、道場を踏んだら俺がお前を殺す。お前こそ無事でな。こうなってくるともうナタリアとルークは確実、アッシュか、アッシュは確実だから、もうね、ルークとティアはしっぽりいけるわけ。ゾウ砂漠は途中で消失してます。イニスタ湿原へ向かってください。わかった、ありがとう。
すごい。もうこれでナタリアシナリオは終わりやな。すごいな。南西。なんとか脱出できたな。今回は本当にアッシュに助けられっぱなしだ。アッシュ。それにしても結局お父様からちゃんと話を聞けませんでしたわ。陛下も苦しんでらしたわ。もう一度話をすることができればきっと。そうですね、そう信じたいですわ。ともかく一旦バチカルから離れてどこかの町に移動する方がいいな。ケセドニアはクリフォトだし、ノエルとアルビオールはダートだし、イニスタ湿原を越えるしかないわね。湿地の街道なんて今や廃れまくってるから魔物がうろついてるだろうな。ネクロットはどこへ行った？仕方ないよ、いつまでもここに留まるわけにもいかないし。教官はほらバンのそばにおるやろ。ネクロットはどこへ行ったんよ。